こんにちは、イマジンハート研究所のなおじいです。ですね、あの前にもねちょっとやりましたけれども、このウォークマンのねアクセサリーとしてですね、こういうね、イヤホンの変換のやつあるんですけれども、これが純正品がもうほとんど手に入らないということで、作りましたということでね、ハンドメイドで作りましたということで、以前ね紹介しましたけれども、やっとね、なんだかんだ言ってごちゃごちゃしてたんですけれども、量産といってもね10個20個の単位でしか作れないんですけど、そんな何百とかそういう数ではないんですけれども、まあ僕的にはですね1個2個じゃなくてですね、10個20個レベルでまあ作れるように、量産体制っていうかね、やり方を整えましたんでね。ほんでこれが今ね、作りたてのやつなんですけどね、こんな感じでね黒でね、結構ね綺麗にできたかなと思っております。周りのコーティングはねレジンなんでね、 UV レジンでコーティングしてあるんで、結構まあ多分ね、アルコールとかでもね、消えないと思うんですけどね。まあ、無理してね、消さないでほしいんですけれども、まあそんなにね、濃くっていうかね、厚く塗ってないんでね、それほどね、強いわけではないですけど、まあ、割かしツルツルのですね、光沢があってピカピカした。まあ、自分なりには綺麗にできたかなと思ってるんですけれども、これが、できました。それでですね、今ですね、在庫5個ということでですね、メルカリの、メルカリショップっていうのなんですね。個人がこう出すっていうよりも、まあお店みたいな形でメルカリショップっていうのでね、それでやるとですね、在庫管理っていうことができるんですよ。普通の場合は一個一個売るんで、売れちゃうともう一回追加で、出品しなくちゃいけないから、そうすると文言とかですね、またコピペしたりとかしてやらなくちゃいけないんですよね。そんで写真撮ったりとかね、写真をこう、撮るっていうかですね、設定したりとかいろんなことやらなくちゃいけないんですけれども、ショップにするとですね、在庫管理ということで、今5個で出してますけれども、まあ、5個売れたらですね、また在庫増やせばいいわけで、非常に楽なんでね。で、手数料もね、変わらないみたいなんで、一応ね、メルカリショップということで始めております。まあ、その URL はね、説明欄に、入れていこうかなと思ってるんですけど、はい。で、ですね、それで今後ですね、まあ、電池ホルダーとかですね、電池蓋とかですね、もしくは、ギアとかね、ウォークマンのパーツ類、ね、あとは部品ボリュームとかね、特殊なボリューム、手作りしたりとかですね、そういうものとかをそのショップの方でね販売しようと思っております。はい。まあ修理して売ったりなんかするのはね、まあ一品一品なんでね、まあ出品が結構面倒なんですけど、こういうのはまあ手作りですけれども、同じものをね作れるんで、ショップの方に、そういうものはショップの方に、出そうと思っておりますんで、よろしくお願いしますということでね。実際にはね、どういうパーツがあるかっていうとですね、これがね、これがパーツですね。これが光造形で作ったパーツ。まあこれまだねデコボコしてますけどね、これグラインダーで綺麗にですね、削ってやるんですけどね。これがまあケースの部分です。これケースね。そして、これがですね、これが回路の部分というかですね、これが、だからどうなるかというと、ここに、こう入りましてね。で、そして、ここに、これを追加します。これをね、こうやってね、イヤホンのやつね。そしてですね、これが、こういうふうに入りますね。はい、こういう、風な仕組みになっております。これに、黒で塗装した後に UV レジンでコーティングします。色をね、
スプレーとかでねやってもですね、やってもあのアルコールとかでねすぐ取れちゃうんですよね。あの色落ちしちゃうんですよ。まあアルコールにしなくてもですね、色落ちしやすいんで、UV の、レジンでもってコーティングします。なので UV レジンはねアルコールにまあ溶けにくいっていうか、ね、とあのあんまり溶けないんでね、固まってしまったら溶けないんで、それで、塗装の保護とですね光沢ですね、このピカピカ光ってますね、こういうねわりかしね綺麗に光ってますけどねはい、こういうの、そういう光沢を出すためにですね、UV レジンで仕上げております。ということでですね、今後ねあのちょこちょことですね、今もあの電池ブタンね、こういうねポムっていうね素材を使ってね、作ったりとかね、あとは、今度またなんかでやるかもしれない、そうだ D6C のねあれも出そうD6C のねミュート回路っていうのがあって、モジュールなんですよ、 IC モジュールになってるんですけど、 IC っていうかモジュールになってるんですけどね、それもまあ作ってあるものがあるんで、それもショップの方に出そうかなと思っております。はい、ということで今日は短いですけどこんなところでですね、あとね今日あのいきなりねあの朝じゃないか、お昼にね、電話がありまして、デイサービスのねお袋のあの介護のねデイサービスなんですけれども、そちらの方から電話がありましてね、でなんかどうもねコロナがまた起きてですね、患者が出ちゃったらしくてですね、まあ、あさってですね、水曜日がお休みになってしまいました。はい。ということでね、またね、ごたごたするんですけど、早くコロナね、どっか行ってほしいんですけれども、まあね、あと、4月になったらですね、ちょっとヘルパーさんをね、時間長くね、いろいろ、今のね、倍以上ぐらいかな、来ていただけるような手配ができましたんでね。そうすると、まあ、修理とかですね、その辺ももうちょっとね、じっくりとできるようになるんじゃないかと僕は期待してるんですけれどもはい、ということでね、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。失礼します。どうも。